見下しやがる少年の腐ったクソ野郎ども。今からお前たちに見せてやる。俺にだって何かを守れる力があるってことをよ。雪原を染め上げる黒い翼、固く握られる血まみれの拳、最強と最弱が今再び激突する。次回、守る理由。科学と魔術が交差するとき、物語は始まる。